高く中町にやってきました。はい、今日の風がすごい冷たいんで、そうですよね、ポカポカグルメいいよね、食べたい食べたいですね。あ、これおでんって書いてあるよ。そう、ここです、おでん酒場るつぼ。なるほど、ポカポカ湯気グルメっておでんのこと。そうです、ナイスです。もうおでんに熱感とかも最高です。おでん酒場ですからね。いいじゃないですか。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。いらっしゃいませ。ここ店内も温かみのあって落ち着いた雰囲気ですね。でもいい出汁の香りがしてるんです。してます、すごい出汁の香り。 ありました、湯気出てます出てます、出てます湯気出てます。すごい、この湯気を求めてやってきました。わあ、美味しそう。すごいたくさんの種類ですけど、何種類ぐらい？今の時期だったら35種類ぐらいあるかな。定番から珍しいものまでって感じですか？そうですね、あの冬の食べ物なんでね、結構増えると思う。おでんの季節が来たなという。そうですね、やっぱ湯気求めてきてます。広島市中区中町にあるおでん酒場るつぼ、2017年にオープンしたおでんの店で、カツオと昆布の出汁が香るあっさりとした味のおでんが楽しめると評判です。店主曰く、鍋の中には35種類ほどの具材が入っていて、定番の大根や餅巾着などがあります。この中で今が旬の食材っていうとどれですか？はい、そうですね、今里芋とか。え、はい、それ里芋です？これ里芋なんですけど、はい、大きいですよね。大きい、それで1個、大きい、これがですね、こう半分に割った感じになる。え、半分でその大きさ？こんな感じ。大きい、すごい、見たことない。はい、まあでもしっかりと味が染み込んでそうですよね。味の決め手は出汁。上中さんにこだわりを聞きました。3種類の鰹節と北海道の真昆布から取った出汁をブレンドした合わせ出汁。これを時間をかけてゆっくりと具材に染み込ませていくのが上中流なんだそうです。はい、お待たせしました、おでん定食になります。おでんの定食です。おいしそう。おいしそう。おでんの定食って珍しいですよね。珍しいよね。おでんを定食でいただく。そうですね、昼間になかなかないかもしれないですね。その時期に合わせたようなものを入れさせてもらってます。旬のものが入ってますね。そうですね、はい、春菊とかね、里芋なんかも入れてますので、うん、行きましょう。せーの、いただきます。国光さん、はい、まずはやっぱりおでんの定番大根からいただきましょうか。ですよね、まずは大根から。いい色にお出汁が染みてて、このお箸で掴んだ感じ柔らかくなってます。本当ですね。いただきます。いただきます。ジュワーですね。ああ、ジュワーですよ。おいしい。もう大根口に入れた瞬間、うわーってお出汁がもうジュワッと出てくるじゃないですか。大根が柔らかくて口の中で溶けていく感じ、うん、お出汁おいしい。優しいんですけど、うん、奥深くて、そう、ちゃんと芯がある感じ。もうそのお出汁の余韻で白米も進みますね。はい、確かに、そうそうよ。おかずになるのよ。私はおでんっていうとお酒のあてとしかいただいたことなかったので、はい、これはご飯のおかずとしていただける味ですね。うん、ありがとうございます。うん、はい、続いて店主が一押しの大きな大きな里芋をいただきます。ねっとり、おいしい。しっかり中まで出汁が染み込んでますね。こんだけ煮込んでも里芋の食感を失われてないというか、またじゃがいもとは違う美味しさがありますね。甘みもあるし、今の時期一番美味しいと思いますね。うん、はい、
じゃがいもってどうしても定番って感じなんですけど、うん、この里芋のおでんもすごく美味しいです。それでは今回のいただきフレーズ発表です。時を忘れておでんでハフハフでございます。上永さんどうでした？ありがとうございます。